さて奥日光に春の訪れです登山シーズンの到来を告げる南大山の山開き開山祭が今日日光二良山神社中宮市で行われました日本百名山の一つ奥日光にある標高2486メートルの南大山は去年11月11日から冬の間閉山していましたが今日山開きを迎えました 登山口にあたる日光二荒山神社中宮市で神事が行われ、氏子や関係者など50人が今年の登山の安全を祈願しました。その後、中丸照見宮司によって登山道の入り口にある門のカンヌキが外されました。 改ざん祭は新型コロナの影響で規模の縮小が続いていましたが、今年は通常通りの開催となりました。日光二良山神社によりますと、去年の南大山の登山客は3万6000人で、コロナ禍前の水準に戻ったということです。県内外からこの日を待ちわびた登山客が訪れ、午前中だけで100人を超える人が南大山の山頂を目指しました。 いや、実は初めて参加します。はい、今日はもう楽しく登れたらいいなと思ってます。今日はどちらからいらっしゃいましたか？えっと私は和歌山です。私は奈良です。景色楽しみたいね。あそうですね。うもう下からあの何対さん見せていただいたんですけど、すごくあの中禅寺湖とあのその空と,あ,のの空とあと横のえな<白>1 0しらね。平根さんさあのあの山の景色がす。とっても素敵ではい、感動してます。 本日、まあ、晴天に恵まれまして、えー、日光連山、まあ、南大山はじめといたしまして、日光連山の開山祭を、届くのなく迎えられましたこと、誠に、えー、ありがたく申し上げでございます。今年も多くの土、えー、合社をお迎えして、えー、職員一同、まあ安全と配慮を呼びかけながら、暖かくお迎えをしたいと思います。 また神社の周辺では県警察本部にこの春設けられた山岳警備隊の隊員が山での遭難事故の防止に向けて広報活動を行いました隊員たちは登山客らに登山計画書を申請するアプリの活用などを呼びかけていました登山は、えー、楽しい、えー、レジャーとともに危険が伴います なので、怪我なく家に帰るまでが登山です。ですので、えー、皆様には安全に楽しい登山を、えー、楽しんでいただきたいと思います。